こんにちはか、こんばんはか、こんにちは、デイリーポータル Z の小賀です。高級なものを食べる、いつもよりもちょっと良いお金を、高いお金を出して、普段はそんなにお金を出さないようなものを食べてみるという企画、なんと、はい、今日はリモートでやらさせていただいております。はい、はいはい、いつもの小坂井さんです。小坂井まる子です。よろしくお願いします。はい、そして西垣 D も花火の下でいらっしゃいます。はい、西垣です。夏です、ね、よろしくお願いします。ね、夏ですからね。今回は何かと言いますとね、うんうん、みんな大好き高級なこちら、あ、こうだ、あ、見えない。パイナップルの缶詰でーす。おー、缶詰、はい。私、値段の方お二人に言ったかしら。いやいやいや、まだまだまだお伝えしてなかったかしらね。はい、おいくらぐらいするか、ちょっといつも通りまる子ちゃんお願いできる？クイズを。普通の、あ、そうですね、はい、価格って私のイメージで100円とか150円。そうです、今回もいつも通り普通の方も用意しております。はい、でちょっとサイズが違うは違うんだけど、はい、このいつもの普通のやつはこちら、うん、99円となっております。はい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 、これめちゃめちゃ安いよ、ほんと。うんうんうん、だってどうせ美味しいんでしょ。うん、美味しいですよ。どうですよ、高くても、ま、10倍、1000円、はいはいはい、くらい。うんうん、小坂井さんはいつもこの下りでいい仕事をしてくれます、ね。本日食べます、はい、こちら沖縄春生花さんの、はい、国産沖縄のパイナップルの缶詰ですが、はい、1缶2160円となっております。すげー。で、まあ、あの、このこちらの方が小さいじゃないっていう話をしましたので、うん、みんなその辺どないやねん、どないやねんと思われるかもしれないから、私ね、計算しておいたの、うんうんうん、こちら 1g、うん、0.4円、はいはいはい、こちら 1g、 5円。あー、ちょっと、 ちょっとすごい、計算すれば分かりそうですね、その差が。もう10倍、まあ、10倍ってことか。10倍以上はする。はい、1g5円。ちょっと何言ってんだかよく分かんない感じだけどね。今 1g5円、分かりやすいような、分かんないようなね。東京ドーム何個分みたいな。旬の時期に収穫、あ、はあはあはい、してるんですね、やっぱりね、はい、もう旬の時期に収穫して詰め込んでおりますと、うん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 、通常パインの缶詰はハードシロップで甘く漬け込むところ、うん、はいはいはい、この缶詰は糖度を下げ、はい、ライトシロップで製造。真逆だ、甘さを控えめ、より自然に近い味に仕上げております。へー、その自然のままの割とこう果実果実した味わいで頑張ってるのかなというふうに思うんですよね。うん、あと一つ、気になっているのが、こう形状ってところを小坂井さん見ていただけると分かると思うんですが、はいはい、くさび型って書いてあるんですよ。そう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 、そうね、これなんでチビットって書いてあるんですよ。どういうことなんだろうね、チビット、くさび型、うんうんうん、普通の方はね、形状が輪切り、うん、はいはい、それは輪切りはね、いつもの、うん、私時子供の時に、はいはい、缶詰を凍らせるのにハマった時があって、その時にあの缶切りだったんですね、その時は。でギザギザじゃないですか、ギザ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 になるじゃないですか、うん、で凍ってるのを食べる時にこうガシャガシャやるんですけど、うんうん、それでここを切って、あれ一生の傷になった思い出があります。あ、今もあるの？今もあるんですよ。なんか甘酸っぱいいい話かと思ったら痛い話です。痛い話。子供時代の。よいしょ。はい。こっちは本当のあれですね。はい、なんていうか丸型の。うんうん、ああ、はい、はいはいはい。いわゆるもう普通のいつものやつですね。うんうん、美味しいです。甘い、やっぱ甘い、すごく甘いですよね。うん、うん、でも甘くして食べるのが美味しいのに、その逆を言って大丈夫なのかっ
と思ってますけどね。あ、確かにね、そのフレッシュな、もう自力でその砂糖の力を借りず、お前自力で戦えんのってね、行ってみましょうか。じゃあこちら行きましょうか。1グラム5円の方を、うん、はい、じゃあちょっと行ってみましょう。はい、高い方、はい、そのくさび型っつうの、本当だ。どういうこと？くさび型。こういうことか。もうあらかじめあの台形みたいになってるという。うん。ね。おお。あ、食べやすいサイズになってる。そうですね。ていうか、で、よく見たらここに書いてあったね。こういうもう輪が切ってますよっていう。意外なんでだろう。本当だ。案外普通です、うんうん。ちょっとじゃあ食べてみましょう。あ、匂いどうかな。あ、匂い。もう爽やかだね。うん。はい、いただきます。はい。あ。うん。ああ。うん。本来の甘さ。でも思った以上にちゃんと缶詰のパイナップルですね。もっと果実っぽいのかと思ったら、ちゃんと缶詰のパイナップルとしての期待は100裏切らない。めちゃめちゃジューシーで、何かが違う。違う違う。ジューシー。なんかなんていうのかな、この果実の中が柔らかくって、すごい完熟していて、悪い意味じゃなく繊維がちゃんしっかりしてて噛み応えがある感じですかね。そうですね。なんか違いは感じるんですけど、どう言ったらいいかな。なんかそうだよね。そうなんだ。もっとなんか、うん、わ、こっちはすごい生みたいみたいな感じかなと思ってそういうリアクション用意してたんですけど、はいはい、じゃなくて、完全に缶詰のパイナップルなんですよ。でもうまい。うまい。全体的に甘い。あ、甘いんだ。いや、甘いは甘い。甘さを抑えてるのに。そうそうそう、なんか言うほど甘さを抑えてもないですね。なんか缶詰と生の中間、半生みたいな。へー、なるほど。これはでもさ、あえては絶対今後一緒買わなかったと思うよ。こんな体験をさせてもらって、これは本当のお金持ちだよね。こんな、なるほど。なんていうのかな、キャビアとかフォアグラだったら、まあまあ平民でも一生に一度は食べてみっぺとか、あと結婚式で食べさせていただいたりとか、でも缶詰のパイナップルの高いやつだね。これはちょっと思いつかないですね。結構奥ゆかしい違いなんですね。その、あ、そうですね、全くその通り、ね、これはちょっと本物の贅沢という感じがしますね。ちなみにこちらのね、あのブランド、あのマンゴーもあるんですよ。あ、やっぱ行ったろかっていうタイミングだったらマンゴー行くでしょ。今回は安いものと比べたかったので、パイナップルを選んだので、私たちはこのような、いや、大人のたしなみですよ。全くです。うん、これはね、うん、茶道、華道、香道に続く新しい道が今ね。